皆さんこんばんは。ビクター専属 MC ダニエル小林です。本日は8月1日に発売となる浜田麻里のオリジナルニューアルバムグラシアのリリースを記念した LINE ライブ特番をお届けします。浜田麻里さん、なんと今年35周年を迎えられます。そうですか、あの衝撃のデビューから35年ですね。考えもひとしおですよね。そしてこの夏ビクター復帰作品をリリースされますね。なんか我々皆さんもちろんそうでしょうけど、我々も非常に期待が高まっております。まさにリターンツービクター、期待したい夏なんつってみたいな感じでございますね。本当にね、8月1日26枚目となるオリジナルニューアルバムグラシア発売でございます。浜田麻里自身の経験則から世界的トップミュージシャンを厳選し共同制作した豪華アルバムとなっております。こちら後で詳しくご紹介しますけれどもね、まあすごいメンツが揃いました。え、こんな人がみたいなばっかりでございます。お楽しみ。浜田麻里さんがですね、35年かけて積み重ね熟成されたその英気と才気、人徳が生み出したもはやロック史において誰にも、まあ、模倣できない新世界が展開されているわけでございます。スペシャルなアルバムになっております。このスペシャルな番組を仕切っていただくのはやはりスペシャルな MC が必要ですよね。そうですよね、皆さん、ご用意させていただきました。世界のマサ伊藤こと音楽評論家の伊藤清徳さんに後ほど出ていただきます。いやもうそれ期待に高まってる方いらっしゃると思いますよ。由美子さんも楽しみ、ケンジさん楽しみ、山田太郎さんワクワク、ね、いろいろ来ております。もうちょっとお待ちくださいよ。ここで何を今更と思われるかもしれませんけど、伊藤さんについてちょっとだけ説明させていただきます。世界のマサ伊藤こと音楽評論家の伊藤清徳さん、まあ言わずもがなではありますが、ハードロックヘビーメタル界では第一人者、最重要人物、ガッドでございますよね。海外のアーティストからも信頼厚く、マサの愛称で親しまれていらっしゃいます。書籍はもちろんアルバムのライナーノーツ、音楽専門誌等での執筆活動のほか、ラジオ DJ としてもベイ FM、FM 富士、FM802 などでご活躍中でいらっしゃいます。伊藤さん独自の切り口で最新作グラシアの制作秘話、35年間の思い出、これからの活動について浜田麻里さんにインタビューしていただきます。それではお待たせしました、伊藤さんをお呼びしましょう。伊藤清徳さんです。どうもこんにちは。ありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。芸人なの？ありがとうございます。運び方上手だな。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあこんなね、大物に我々の LINE ライブに出ていただけるなんて本当感激しております。あ、そうですか。ありがとうございます。主役僕じゃない。まあですけれども、伊藤さん、まあ、浜田麻里さんと、はい、ご関係みたいな。ご関係ですか。まあ、なんて言うんでしょうね、歴史と言いますか、はい、いや、まあ、突っ込んだことを聞こうとは思ってませんよ。いやいやいや、もしあればですけど。いや、あ、どんな今の質問だったんですね。どんな、おつながりでいらっしゃるのかな。浜田麻里さんとは、やっぱり麻里ちゃんはヘビーメタル、はい、このキャッチフレーズで登場した時から、ね、もちろん僕はあの浜田さんのことは存じ上げておりますけど、はい、浜田さんが私のことをいつ知ったか分かんないなるほど、まあ、いずれにしても35年間というのはね、本当に長い、まあ、でも35年やるってすごいんでしょ。いや、そうです、ね、83年デビューでしょ、はい、83年デビューというと、はい、今、83年メタリカとかね、はー、メタリカの83年だね。あと誰だ、83だと LA だとラットとか、はいはいはい、83年ですよね。やっぱりそうそうたるメンバーが83年って結構デビューしてるんですよ、はい、だから浜田さんは、まあ、そういったアーティストと肩を並べるね、まさに日本を代表するシンガーでありアーティストであると、はい、いうことだと思います。はい、ということでそんなこともあり、伊藤さんこの番組浜田さんだから出ていただいたというふうに捉えてよろしいでしょうか。え、
そういうことでもない。私ですか。そういうことでもない。いやいや、ね、本当ですよ。だってそういうことですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでここからはですね、伊藤さんに全仕切りをお任せしたいと思います。なるほど、よろしくお願いします。はい、何とかやっています。私はとっととはけさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。はい、仕切れと言われても私一人じゃね、もうどうしようもないんで、今日の主役を早速もうご紹介しますよ。浜田真理さんです。どうも、浜田です。ゴージャスな浜田さんです。伊藤さんも派手ですよね。いやいや、もう本当、私よりも派手。いやいや、僕本当に性格が地味なんで着るもんだけでも派手にしないとみんなからこうあまりこうアテンションされないので、今日はよろしくお願いします。お似合いです。いやいや、どうもありがとうございます。ありがとうございます。浜田さん35年なんですね。そうですね。もう30年まで覚えてるんです。そこから5年経つのが随分早い。そうですよ ね、まあ本当に、はい、早いです。私あれですよ、デビュー前からもう存じ上げてますよ。え、で、あのあれですね、あんまりこう優しくなかったのがやっと35年経って伊藤さんに私のためにお時間を作っていただけるという。なるほどね。本当に嬉しく思います。今日はこう全国あるいは全世界の皆さんの前で、はい、あれですか、伊藤清則は浜田真理が嫌いだったっていう風な勘違いのことをこれから話せばいいんですか。そんなわけないでしょう。勘違いでしょうかね。浜田さんは、はい、デビューする前から僕のこと知ってたの？もちろんだって、はい、ですよ。マリちゃんバンド、それともミスティキャットの時、どっち、その前から、その辺からですか。やっぱりそのね、いろいろ、あ、雑誌とかね。はい、雑誌とかの。どうもありがとうございます。評論で、はい、今日はですね、ここにもうこういうのがあるんだよ。もう実は今日僕もサンプルいただいたんですけど、これはデラックスエディションなのかな。これさ、はい、こっち通常版だと思うんですけど、ニューアルバム、これカリフォルニアなんだってね、これね。そうです、ちょっとヨーロッパっぽいって言われるんですけど、これね、これはラグナビーチっていうところ。ラグナビーチやんの、これ。そうですね、これ昔なんか作られた感じの、随分なんか昔の。そうですね、ちょっとそこだけは趣がある感じでぴったりかなと思います。そうですか、はい、ということでラグナビーチで撮られた写真がそうですか。さっきちらっと言ったけど、はい、35年前糸井重里さんがマリちゃんは天ヘビーメタルっていう、ね、キャッチコピーで、はい、デビーさん覚えてますか。覚えてた覚えてるね、それは。覚えてますよ、かなり、当初はショックでしたからね。あ、来た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 。なんかこう来るかと思いました。どう来たからショックだったの。いや、だってマリちゃんはってヘビーメタルでもあるでしょ。はい、それのどこが、あのもうちょっとこう正統派でそのままこう音楽っていう形でやってくださるのかなと思ってビクターに来たんですけど。あ、売り出し方ね。そうですね、はいはい、ちょっとあ、こう来るかと。ただ今考えるとすごく新しくて斬新だったなと、先取りしてたかなとは思うんですけど。そうじゃないですか。その頃は、はい、ちょっとびっくりしました。でも糸井重里さんにキャッチ頼んだってくれ、相当予算つぎ込んでるな説はありましたよ。だって そんなこともないんじゃないですか。そんなまたもでもあれじゃない、ヘビーメタルっていう音楽、はい、だってさ、デビューしてるメタルクイーンでいいんでしょ。メタルクイーンって呼んでも、あ、もちろん、なんか抵抗あるないよね。ないよね。ただすぐには呼ばれなかったですよ、やっぱり。あれ、まあ早かったとは思いますけど、2年3年してからかなと。メタルクイーンって呼ばれるようになったの。そうですね、初めは結構皆さん冷たかったですよ。伊藤さんをはじめとして。伊藤さんって言ったら伊藤清則と伊藤さんまずいだろう。群馬の星だぞ伊藤さんは。え、何、冷たい、ね、俺として、はい、始まった。もうね、A 型に攻められる B 型だから、やっぱ B 型どうしても M 系になっちゃうからね。え、何、最初はその浜田さんはデビューした頃に、はい、なんかみんなにあまり好かれてないっていうか、そういう空気感じてたの。今なんかそんな、あの、いや、ファンの方は結構熱狂的で。そりゃそうでしょ、だって、はい、あんなにレコード売れてコンサートもいっぱいになってるわけだから。そうですね、うん、あの、まあ、今は本当にお客さん結構おとなしいですけど、はいはいはい、その頃はもう、あのワンライブをちゃんとこなせたことがないぐらいすごい熱狂的で、もう2曲目でストップとか、もうつまり前に来すぎたりとか、みんなちょっと、わーって昔は結構ね、前の方に、ね、来て、はいはいはい、すごかったんで、うん、まあ、だからファンの人には受け入れられたなっていう、あの感触はありましたけど、プレスには受け入れられてないぞって空気あったの。なんかどういうふうに扱っていいのかわからないのかなっていう、そんな感じはしましたね。じゃないですかね、はい、つまりだって、83年デビューっていうことは、はい、アメリカに MTV が登場したのは81年なんですよ、はいはいはい、うん、お茶の間にロックが、つまりハードロック以外、つまりその普通のポップスも含めてお茶の間にそういった音楽が浸透するようになるのは81年、これアメリカの話ですよ、はい、
まりちゃんは83年デビューでしょ。そうですね。これね、実はね、83年って本当にお茶の間で音楽を楽しむっていう文化がアメリカで定着した時代なんですよ、はい、理由はマイケル・ジャクソンのスリラーですよ、はい、あれが6分くらいある曲が流されて MTV ってすごいなと見始めた。だからまだロックそのものがお茶の間でそんなに親しまれていない時代にアメリカでもですよ、はい、日本ではマリちゃんがデビューしたんだよ。そうですね、早々に、うん、あの MV も作ってもらって、多分日本のアーティストとしては本当に早かった。そうでしょ、随分早かったですよね、はいはい、だからそういう意味ではマリちゃんがヘビー、マリちゃんはヘビーメタルっていうのは、ヘビーメタルっていう音楽はすごく男臭くて泥臭くて、はい、なんかこんな感じの人ばっかしだけども、でもマリちゃんはこんなに美しくてこんな、はい、まあ当時まだね、だって35年前ですから、こんな35年前、まあ、今でも可愛いんだけど、20歳ですからね、あ、はい、ね、でメタルやってんだっていうキャッチが糸井さんのキャッチだと思う。そうですね、新しかったですよ、だから新しかったもん、はい、ね、はい、本当ね。でもデビュー前からもハードロックやってたんですね。そうですね、高校生の時からやってました ね、あの歌はもっと早い時期からコマーシャルソング歌ったりとかいろいろしてたんですけど、はいはいはい、高校生の時に、まあ、ハードロックに目覚めたといいますか、はい、はい、そんな感じですね。いいね。でね、一つ聞いていいですか。はい、ちょっと今 LINE ライブやりながらこんなこと聞くの大変失礼ですけど、僕はねラジオではね、はい、とかいろんなところでは浜田さんとこうお話しする機会がこう、ね、あったんですけど、はい、映像ってのは多分初めてじゃないかと。映像あまりテレビとか、あ、出ないですもんね。ほらテレビ出ないのに映像のなんか一緒でこう喋る機会ないでしょ。そうですね、座談会とか昔もなかったですね。確かにそうでした。最近もないでしょ。最近とかあまり テレビとか好きじゃないの。そうですね。なんで。いやー、なんか自分の世界と違うというか、うん、なかなか一時はねたくさん出していただいて、はいはいはい、それで本当に CD も売れるようになったりとか、まあ、もちろんその歌番組とかね、はい、あるけど、あ、よかった部分もあるんですけど、やっぱりまあもともとはちょっと自分の世界と違って苦手かなっていうのは。テレビの世界が。そうですね、はい、いや、だから本当に浜田さんを初期の頃から歌番組とか分かるけど、トーク番組だとか、はい、あれちょっとバラエティだとか分からないけど、はいはい、今まあ、そういう番組も多いじゃないですか、はい、そういうところで浜田麻里さん見かけることってあんまりなかったから、はい、こうやって今回こういう浜田さんと2人でトークしてくれないかと、はい、まあ、レーベルの方からお願いされた時に、はい、お、そういえば浜田さんと対談することは、うん、映像ないなと思って、ね、ちょっとドキドキしたね今でも。そうそう、いや俺この間別件で対談した時に、はい、浜田麻里の手料理を食べた男っていうね。そうなんだ、忘れてたじゃないですか。それ全然忘れておりましたけどね、あの LA でもうまあ30年も前ですね。いやいやいや、もうつい最近じゃないですか。30年、つい昨日みたいなもんですよ。本当に LA で料理作ってもらってどうもありがとうございました。いやいや、とんでもないです。カレーでしたか。いや、いやもう全然覚えてない。はい、まあ、今日はその話じゃないです。皆さん、肉じゃがです。肉じゃが、肉じゃがとかって なんかいろいろ作りました。皆さんなんかね、あの日本食に飢えてて。その通りです。あの頃ってまだ美味しい日本食ってなかったですからね。たくさんありますけど ね今あるけどなかった。本当、はい、肉じゃがですよ皆さん。マリちゃん得意な肉じゃがですよ。え、得意じゃない。得意じゃない。別に得意じゃない、はい、一生懸命作っただけ。あ、料理は好きですよ。料理は割と得意です。じゃあもう全然外れない。得意な料理なんですか。伊藤さんじゃないですよ。伊藤さんにあの清掃さんに食べていただく、はい、一生懸命作ったんですけど、すっかり忘れちゃってる。いやいやいや、肉じゃがだったんですよ。でもそろそろそういうことじゃなくて本筋入れと、はい、もうね、はい、あのレベルの方から。さあこれなんですよ、これ、はい、グラッシア。これどういうところからタイトルつけたの。グラッシア、まあ、グレースという、はい、まあ、優美とか君とか、まあ、そういう印象というかでつけました。それの、まあ、スペイン語系といいますか、それでグラシアってこう、はい、A ってつけるの結構私のパターンなんです。なるほど、はいはい、そういうことらしいんですけども、はい、まあ、今あの聞くのも変な話なんですけど、古巣のビクターに戻っていらっしゃったんですよね、はい、35周年記念してね、はい、そうです。まあ、原点回帰というかバックトゥルーツというか、うん、いろいろ考え方があったんだろうけど、35年迎えて何か気持ちの変化というか、はい、もう一回やってやろうとか、その辺どうですか。そうですね、なんだかわからないんですけど、攻めの姿勢にかなりここ5年ぐらい入ってきて、おっと、はい、まあ、それがイコール結構ハードサウンドをしたやりたいという自分に結びついたような気がします。
なんか自分としては回帰してるっていうのはちょっとピンとこないというか、まあ、新しい自分の今の自分の精神性がハードなものを求めてるといいますか、まあ、そんな感じですね。そういえば今浜田麻里の心がハードなものを求めているというふうにおっしゃいましたけど、はい、そういえば90年代末にすごく勉強して、はい、その精神を分析して音楽にそれをこう結びつけたいみたいなことを言ってた気がする、はい、あったよねそういう時もね。すごく勉強したよね。あ、はい、そうですね。そういうこともあったね。あの、もともとその心理学とか精神分析学とかは好きなんですね、うんうんうん、今も結構脳科学とかにハマってるんですけどすごいな。なので、まあ、単に好きだっていうのもありましたし、あ、そうなんだ。ただやはりそうですね、デビューして10年経って結構やっぱり周りの変化があったり、うん、人間に対してなんていうんですかね、まあちょっとした不信感じゃないけれども、うん、そういうのがどうしても芽生えてくるような環境があって、うん、まあ、そういう中で人の心っていうのをこう分析したくなったっていうか、自分自身もそうですけどね、うんうんうん、それもあって、そうですね、結構90年代半ばというか、そうだね、後半にかけてね、はい、随分勉強なさってた話聞いてたので、はい、だから今麻里ちゃんの心がハードな音楽を求めているというのが、はい、今回のこのニューアルバムに映し出されてるってことですよね。そうかもしれないですね。あの自己分析すると、はい、そうですね、だけど本当に、はい、その今の麻里ちゃんのハードな音楽をやりたいって気持ちを支えるようなすごいアーティストたちが参加してるんですよ、はいはい、しかもそれがね、もう本当超一流の人たちなんで、はい、全員の名前言ってるともう時間終わっちゃいますんで、はい、代表的なところ、ポール・ギルバート、はい、ビリー・シーン、はい、デレク・シェリニア、はい、もうずっと他にもありますが、はい、このミュージシャンどうやって自分でやっぱりいつも選ぶじゃないですか。はい、そうですね、あの元はもうずっとアメリカでレコーディングもしてますので、ベーシックはそういう人たち、あのグレッグ・ビソネットはもちろんそうなんですけど、うん、プラスそうですね、あのやっぱり曲ができてきた時点で世界シェアで誰が一番この曲をかっこよくプレイしてくれるかなっていうところで、うん、もう自分でこう SNS とかからあのコンタクトしたりして、ね、はい、あの繋がらない人はビクターさん の, あのスタッフを頼ったりして、直接ずっとやり取りして、それがすごいなと思ってさ、はい、だって浜田さん自らアーティストとやり取りするわけでしょ。はい、そうです。誰か介在して、はい、まあ、よろしく哀愁みたいな感じじゃなくて、はい、ズバッとこうまっすぐフェイスとフェイスじゃないけど、はい、メールでこう向き合ってこういう音楽やりたいんだけどどうだみたいな話で来るわけでしょ、お互いがね。そうです、そうです、あのよろしく哀愁は私が受け浮かんだ感じなんです。私が細かく始めるという。うまいね、どうも。いや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 、そいやいや、ほいでね、ちょっとそろそろ音楽もいくつかね、はい、皆さんに聞いていただきたいんですけど、はい、実はあの、まあ、リードトラックのブラックラインというのが1曲目に来ているんですが、はい、2曲目の曲ね、はい、これすごくこう入り方がすごく変則的で、はい、ユニークな入り方ですよね、はい、そうですね、これ、はいはい、これ なんていう曲ですか。これはディスラプターと言います。はい、まずちょっとこれ聞いてもらったらどうですか、はい、皆さん、じゃあ聞いてください。はい、これはアルバムの2曲目の曲ですけど、なんかこの間ちらりと聞いた時に、はい、この曲1曲目どうかなと思った時もあったって言ってたよね。そうですね、うん、あの曲8の時点からこう変拍子というか、いいね、あのすごくテクニカルで難しい曲を作りたいというか、うん、その入れ込みたいというので考えてたものですから、まあ、いきなりこれで1曲目もありかなと思ったんですけど、ただ、まあ、もうちょっとストレートなものにしようということでブラックにしました、うん、いやだけどこの変則ビートリズム帯すごいと思ったら、はい、グレッグ・ビソネットとビリー・シーンじゃないですか、はい、これ、はい、そうですね、すごく頑張って、それでもすごく有能な方々ですけど、それでもかなり苦労して頑張って、あ、はい、あの、あ、写真がビリーと浜田さん写ってますけど、あ、ビリーの顔はこんなにテイク撮らせるのかっていうこんなにワンテイクじゃないのっていう、はい、浜田麻里俺をこんなに働かせるか、これで8つ目のテイクくらいどぞくらいの感じですね。若干あのこう汗が流れ冷や汗っぽい感じで疲れがちょっと出てますね。いやでもね、ビリーね、やっぱりその、はい、浜田さんが麻里ちゃんやっぱりその自分の求めてる音を得るまで、はい、どんどん追求してくると、
言ってました。あ、やっぱりでもビリーはでもそういうプレーをしたいわけだからね。これで足りないのか、これでどうだ、これでどうだっていう、ね、そうです、そうです、うん、前回もやっていただいたんですけど、はい、今回は本当にもう事前にちゃんと練習もしてくれて。あ、どういう意味、前回練習してこなかったが。前回もしてくれたんですけど、あまりにも私がきついことを知らないじゃないですか、ね、あ、そうかそうか、はい、あ、こんな程度かなと思ったのビリーね。そう、多分で今回はもう本当にちゃんと事前にチェックもしてくれて、やった。それでももうこれ、こういうふうにあれですよ、ベタ好きですよ、横ベタ好き、あ、マリちゃんがってやってます。マリちゃんがベタ好きですか。はい、やりにくいですね、ビリーね。これだけの変拍子というかポリリズムっていう、まあ、難しいこうリズムなんで、うん、結構大変なので。なるほど、はい、バンツッシュとこう横で、すごいね、本当ひどいですよね。ちょっといやいや、なかなかやりにくいんじゃないかとビリーも。でグレッグ、グレッグの太鼓もすごいね、これグレッグ本当にドラマすごいね、グレッグね、はい、すごいです。はい、あ、やっぱりすごいと思う。これだけこう複雑なリズムだけど音がオンで入ってる、はい、ズドンっていうね、すべての音が、はい、ドラマーで、もちろんドラマーとしても本当にすごいんですけど、音楽秀才なんですよね。だから何でもこうできるというか、あ、そう、あ、はい、譜面も細かいこうノートというか、うんうん、もう口でちゃんと読めるんです、なるほど、で、なんですごくやりやすくて、こういう難しいリズムでも、まあ、苦労はしてましたけども、あ、大丈夫大丈夫っていう感じで伝えてくださいね。ということで、まあ、この曲は相当難しい曲だなという印象を受けますけども、はい、まあ、実はですね、こういった曲ばかりじゃないんですよ。こういう変則的な、はい、もう本当にこう攻めてるね、曲だけじゃないんですよ。いろんなバラエティに飛んだ曲があるんだけど、ただね、一つだけこれから、まあ、CD をね、お気になる方に、言っておきたいのは、頭3曲ね、はい、とりわけ僕なんかもその聴いてくださいといただいて、はい、おっと思うくらい3曲はとにかくハードでヘビーな、今こういう音楽やりたいって浜田真理の気持ちダイレクトに出てる曲ですよね。そうですね、スピードチューンも多いですし、うん、かなり、うん、はい、攻め攻めの感じで、4曲目は、まあ、ヘビーですけども、うん、ちょっとこう落ち着いたヘビーなんですけど、突然やっぱりヘビーななって歌心が来るからね、4曲目くらいからね、はいはい、そうです、はい、さあ続いてね、曲を聴いていただきたいと思うんですが、はい、続いて何を聴いていただくっていう流れなんですか。ではその3曲目を、はい、3曲目ですね、はい、じゃあちょっと聴いてみてください。天野さん、これが3曲目の曲ですよね。はい、そうです、はい、なんとこのギターはシンフォニー X のマイケル・ロム。マイケル・ロム、わお、来たよ、はい、あのね、すごく彼ってクラシカルなところもあるんだけど、キーボードもやってるんだね。そうなんです、もともとピアニストだったっていうことで、すごく私に合うなと思いました、うん、この音の繊細さというか、きっちりしてるんですけど、こう伸びやかな、まあ、ギターもそうですし、であと、まあ、コード展開とかも、まあ、こういうのどうかなっていうふうにいろいろアイデアくださったりとか、うん、まあ、割とこうミュージシャンで大雑把な人もいるんですけど、はいはいはい、彼の場合はすごくその一音一音どういう重なり方をしているかとか、そういうのも全部感覚的に分かるので、すごくこう意思が通じやすかった、疎通がしやすかったですね。なるほど、はい、まあ、シンフォニー X そのものもすごくメロディックなところとテクニカルなところが、混合しているバンドですからね、はい、はい、これもビリー・シーンなんですね。そうですね、ビリーですね、はい、グレッグ・ビソンですか。そうです、グレッグ・タイプね、はい、はい、やっぱり屈強なリズム体があってこその、曲だと思いますけど、はい、まあ、これっていうことは、まあ、リードトラック後でまた皆さんにご紹介させていただきますが、これで一応2位3位という感じで、はい、アルバムの頭は随分タフでヘビーでファストで、なおかつ歌もこういう感じだよっていうのは今ご紹介できたわけですけども、はい、ちょっと他のタイプの曲もね、はい、浜田さんから1曲紹介してもらいたいなと思うんですよ。はい、というのもアルバムの中ぐらいに行くに従ってボーカリストとしての表現力がどんどん増してくる曲が多いですよね。 ありがとうございます。その中からちょっと1曲選んで、中盤は結構メロにでしょ、はい、でちょっとポップ系というか、うん、曲もあります。なんか浜田真理というアーティストの懐の深さというか広さというか、そういうものをきっとこの CD を聴いた方が感じてくれるような楽曲も入ってると思います。はい、ありがとうございます。やっぱり振り幅があってこそ浜田真理なんだと今は思ってます。今はって、その今もです。今もね、批判いろいろ、ほら、あれですよ、シングルヒットが出た時代とか批判されたりとかもあったと思うんですね。違います、批判されてたんですか。清則さん、あ、俺ですね、やっぱり、ね、そこに戻る、はい、もうね、伊藤清則は浜田真理のこと大嫌いでしょっていう
言われたんですよ皆さん、2年くらい前に。どういうことですか？そう思ってました。あ、心臓がおかしい、調子。そう思ってます。え、なんですか？まあ置いといて、はい。で、何それで、だから真ん中から1曲、はい、ちょっとポップ系というか分かりやすめの曲で、結構気に入ってる曲がありますので、はい、じゃあちょっとその曲を、皆さんと一緒に聴いてみたいと思います。聴いてください。はい、はい、ライトオンです。いやいや、もう中盤のハイライトですよ、ライトオンはね、はい、はい、素晴らしい。やっぱりこれもイントロから、そしてこうテンポが変わって展開変わっていくあたりで、こう、はい、聴き手のこう集中力というのかね、はい、こう求めてくるいい曲ですね。ありがとうございます。まあでも本当に今回いろんなプレイヤーと、まあ、いつもだけども、はいはい、凄腕の人と、まあ、共演してますけど、はい、このギターは、これはマイケル・ランドです。マイケル・ランドですよ。もう30年、長いよね、30年以上、はい、ずっとコラボしてます。でもさ、30年くらいもう一緒にやってるってことは、はい、彼のどういうところに惚れてるの？いや、もうギターとしては最高にうまいのと、やっぱりその音色のオリジナリティもそうですし、あと、まあ、私って大体アレンジをもうほぼ決め込んでいっちゃうんですけ ど、ちょっとこれよりもっといいフレーズじゃないかなとかっていう、そのペンディングにしていく曲もあるんですね。でそういう時にもう私の中ではマイクに相談しようっていうのがあって、あ、でそういうのを振るともう必ずやっぱり100点メンバーなんで、いいアイデア、本当にいいアイデアが出てくるっていう、はい、唯一ですね、その任せて。30年はだって本当に好きじゃないとずっと仕事できないよ。そうですね、だってそのレコーディングだよ、はい、時代は変わって音楽のいろんな流れも変わっていく中で、はい、一瞬30年も音楽を紡いでいくってのは、はい、よっぽど信頼関係や音楽的な共鳴性がないとできないよね。そうですね、お互い20代の時からまたそれやめなくていいよ、お互い20代の頃からね、はい、もう30年やってますから、いろんな歴史の中でずっと、はい、ね、やっていただいててありがたいです。そうなんですよ皆さん、はい、さあ実はね、これからやっとリードトラックの話になるんですよ。リードトラック、はいはいはい、で実はアルバムのオープニングは、はい、そのブラックレーンのプロローグみたいな張り方で曲来るんですよね。 はい、あの辺ちょっと語ってもらえばいいんです。すごくあれは完全アカペラで、うん、はい、作りましたけど、まあ、1曲目にあれをブラックレーンをしようかなって決めた後に、うん、まあ、アイデアが浮かんで、うん、ささっと撮ったっていう。この頭からこれなんかオルガンというかキーボードと間違えられるんですけど、全部声なんですよ。あ、いや声だよ声だよ、はい、それはさすがに間違えないんだけど、 でもそのくらいそのくらい声の中に深みがあるから、まあ、でもやっぱりそうですね、これが徐々に分かってくるんじゃん。徐々に、はい、確かに最初の頃デジタルっぽいから、はい、どういう楽器でやってるのかなと思うとやっぱり分かるよね。分かりますか。どうですかこのリードトラック、やっぱりもうアルバムの1曲目にとてもふさわしい曲だと思うんですよ。はい、そうですね、私の中でもかなりのスピードチューンですし、はい、このぐらい今から行こうと。そうですか、はい、じゃあまずですね、はい、これは曲じゃなくてミュージックビデオなんですか？ミュージックビデオになる。ちょっと待って、これドラム叩いてるのマルコ・ミネマ。はい、そうです。わお、はい、手数足数の多いポール・ギルバートや UK とかいろんなバンドでやってきた本当に変態的な、あ、そうです、超絶ドラマで、マリちゃんの口から変態っていう言葉を聞いてしまった僕は今ちょっとどうしようかと今一瞬思いましたけど、いやそういう意味じゃなくてあれなんですよ。いや、そういう意味ってどういう意味だ。超絶な、そう、はい、超絶なテクニックが人間離れをしているという意味だよね。びっくりします、はい、皆さんびっくりしますよ、やめてください。さあ、じゃあそのビデオを皆さん一緒に見てみましょう。マルコ・ミンナマンだね、ドラム、はい、やっぱり本当に変態的なプレーですよ、彼は。本当になんか切れ味鋭いドラム叩くね、マルコをね。そうですね、うん、もう今回グレッグともう一人ドラマどうしようかって言って、うん、マルコしかないと、はい、でコンタクトしました。いい人選んだね、はい、そういえばさ、ちょっとこれ言っていいの、このアルバムの中のこのすごくどっかの惑星的なこれ地球じゃないんじゃないかっていう、マリちゃん火星行ってたのみたいな言ったら、え、何言ってんですか、これカリフォルニアですよみたいな、はい、こんなとこあった、これ。そうなんですよ、なんか湖、そうなんです、マルコの家の近く、まあ、個人情報流れなんですけど、まあ、実はマルコの家のすぐそばでいやいや、つうかさ、別にマルコの家行ったわけじゃねえんだよ、つまりマルコの家の近くにこういったすげえ
なんかすごい神秘的じゃないこれ。すごいいい場所があるよっていう感じで案内してくれて。湖なのこれ。そうなんです。いや別にいいよ、うん、湖の名前は、うん、忘れちゃいました。すごいねこれね、綺麗なとこです。はい、とね、はあ、まあ、ちょっとマルコミンナマの話から脱線しちゃいましたけど今聞いていただいたリードトラックのブラックレーンなんですけど、ギターは私の友達ポール・ギルバットじゃないですか。はい、ポールもかいいギターですね。やっぱり来た、ポールいいギターですね。結構突き放したでしょ、ポールに対して。本当に今日ポール・ギルバット突き放したよね。ポール・ギルバット、いや、そんなことない。でもあのマルコがちょうどポールと、うん、あポールのバンドやってたからね、ちょっと前にバンドやってて、で、あのギタリストまだ全員が揃ってない時に先にあのリズム取りやったもんですから、そんでもうちょっとこうギタリストをあの考えようかなと思ってた時に、うん、マルコに相談したら誰かいい人いない、私に会う、うん、でまず第一に出てきたのがポールだった。ポール・ギルバット、うん、で日本に帰ったからまたあのコンタクトをして、はい、本当に、はい、ということはマリちゃんは2回も3回かいろんなとこ行ってそういうふうなあれしたの、帰ってきてまたポール・ギルバート連絡したりしたの。そうですね、もうほとんどメールなんですけども、全員のメール の, あのやり取りをだけでも大変です。もう1人もう50通とか100通ぐらい、もう夜中にやってますんで、はい、でもそれでこそできたアルバムかなと思いますね。はい、あの本当の意味でこう、まあ、有名な人に入っていただいたりするんです。誰でもできると思うんですね、うんうんうん、なんですけどもちゃんとこう心を開いて、相手方に心を開いてもらって、うん、ちゃんとしたコラボをするっていう意味では、やっぱりこの30年35年やってきたその経験則なんではないかなと自分でやっぱりやりながら思いました。はい、うん、皆さん今田浜田さんはとっても大事なこと言ってますよ。やっぱりそのアーティストの本当の力というかね、本当の才能を引き出すためには自分も心を開き、アーティスト相手も開き、そしてぶつかり合って調和しながら作っていくものなんだということを、はい、35年のキャリアの中で作り上げたのがちょっとまあこれなんだよということを言おうとしたんだよね。はい、そうです。なんかまとめた感ありますけど、ありがとうございます。いやいやいや、なんか有名な人とかあんまり関係ないんですけど、ね、もう自分の作品と思ったらもうバンバン、うん、自分のアイデアもデータでバンバン送ってどうでしょうってやりますし、ね、なんかそういうやり取りがすごく今回できたので、うん、自分としても達成感はかなり高い方ですね。26枚で出してますけど、その中でも、はい、1人ぐらいに入る、そうだって、はい、で他にねキーボードデレクシェリアンが、あ、これはビリーって今ねサンズオブアポロってバンドやってますけど、はい、彼のね才能すごいんですよ、デレクね。そうですね、うん、はい、いいよね。バンバンいろいろアイデアも出してくださって、うん、すごくオープンな人で、はい、やりやすかったです。はい、うん、そしてねベースプレイヤーも出ますか。ベース、あ、はい、来ました。彼はもう本当いろんなところでねプレイしてる方ですよね。そうですね、ヌーノさん、あ、ヌーノベッテンコートやってましたね。はい、うん、スティーバイとかも、私スティーバイとかだからこの人テクニックだけじゃなくグルーブもすごくいい。そうですね、スラップが得意だし、まあいろんな奏法できるんですけど、まあそこはスラップにしてとかいろいろ言いながら、そうなの、ね、はい、なんかフィリップならではのところもぜひ欲しかったので、本当にいい人なんですよ。そう、一生懸命練習もしてくれて、はい、なんか節々に一生懸命練習してくれてとか私の無理な注文にも応じてくれるとかそういったことは節々できて、なんかビシッと、難しいんだ私の曲、はい、難しいんですよ。なんか難しい曲なんですよ本当にね軽くやってるようにしまって気が気がする、はい、いや実はですね浜田さんもいよいよ、まあ、アルバム発表して、ツアーに出られるということで、はいはい、10月からジャパンツアー始まるわけですが、はい、もうすでに年内の公演は申し訳ないですよ、ソールドアウトになっちゃってて、また皆さん2019年、はい、浜田さんは皆さんのところにお邪魔しますんで、大阪も決まってますし、大阪フェスティバルだったかな、フェスティバルで1月27日にやりますし、東京も今ちょっと調整中で少し大きめでやろうと思ってますんで、はいはい、なかなか大変なんですけど会場取るのも、はい、今頑張ってもらってます。はい、それでその10月から始まるこのニューアルバムに伴うジャパンツアーですけども、はい、どういう方々でやるかは少しだけは今日言えるんですか。さっき実はMV でチラチラっと、ね、MV? あ、さっきの MV? まあ、日本人なんですけど、はいはい、うん、3人メンバーが新しくなりました。そうなんですか、だからボウ君とイサオ君、はい、じゃあさっきのミュージックビデオが、はい、もう事前のヒントになっていたと。そうなんです、それも考えまして、あ、ぜひということで出ていただきました。なるほど、はい、
はあのビデオにはそういう秘密もあったわけですね。そうなんです。さあ実はですね、まあ、35周年のツアーがいよいよ始まりますが、ちょっと時間軸を5年前に戻しまして、30周年を迎えた時の浜田さんの、はい、ライブ映像からちょっと一曲皆さんと一緒にね拝見したいなと思いますが、はい、浜田さん一曲その曲を紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、はい、あの高崎さんがゲストでちょうど出ていただいた明さんですね。はい、ヒストリアです。素晴らしい、どうもありがとうございました。こちらの作品から、見ていただく高崎さんが、はい、この時のライブにはゲストでね、はい、今回のアルバムでも高崎さんが弾いてらっしゃるんですよね。はい、弾いてもらってます。はい、はい、高崎さんにも当然ダメ出しはビシビシということでよろしいんですね。はい、マックス・ノーマンというプロデューサーよりも怖いと。え、あの至る所で言われまして、すごいな。あのラウドネスの黄金時代を作ったマックス・ノーマンよりマリちゃんきついと。そんなことないと思うんですけど、でもまあそうなんじゃないんですか、わかんないけど高崎さんがそうおっしゃってない。いやでもだから番組の中でも言った通りね、はい、浜田さんは自分の追求しているスタイル、はい、音楽自分で作ったものがあるわけですから、はい、そこにスパッと自分の思うようにはめてくれないと納得できないわけじゃないですか。そうですね、はい、もちろんその方の個性をいただこうと思って、もちろんもちろんやってるんですけど、ちょっときついんでしょうかね。いやいや、まりちゃんがでもセルフプロデュースやるようになったのって結構古いよね。そうですね、もうはい、もう80年代の80年代からやってるよね、はい、ね、頭の方からだってさ、それすごいなと思うのは、80年代って浜田さんには大変恐縮だけど時代的に浮かれてる時代で、はい、バンドもいっぱいポンポン日本から出てきたりとか、うん、LA メタルっぽいとかなんとかっぽいとか、でもその時にもう浜田さんは自分でセルフプロデュースやってんだよ。これなかなかないよ、ね、早かったよ、セルフプロデュースは早かったと思いますね。ね、はい、それは何なんですか、周りのやつがあまりにも使えないやつが多いとか才能なさすぎなやつが多いから、どうしてもこれは私がプロデュースしなきゃダメだと思ったんでしょうか。まあ、やっぱり自分でやるのが一番楽だったんですね。はい、分かりやすい、自分のやりたい方向は、はい、自分がやるのが一番早いと。そうですね、はい、でアメリカ行ってからも、まあ、とりあえずプロデューサーについていただいたりはしたんですけど、はい、基本的には自分でやってるのと一緒で、うん、まあ、それがまたセルフプロデュースに戻っていったっていうか、うん、クレジット上もそうなってきた、ね、そうだよね。それでそうやってまあセルフプロデュースやるようになってから、それからでしょ、はい、このミュージシャンとこのミュージシャンとこのミュージシャン、こういう人を使いたいんだっていうことで自らがそのアーティストのコンタクトを取ってやり始めると。はい、はい、もうずっとそうです。そうだよね、はい、そのスタイルがだってもう30年近く続いてるってことだよ。はい、そうです、ね、だからさっき番組中でもおっしゃってたように、その30年くらい浜田麻里が積み上げてきた、人間関係やアーティストとのリレーションシップ、そういったその調和であり融合、激突、そういったものの集大成が、いよいよ発売になるこのアルバムに、はい、凝縮されてると。はい、そうです、ありがとうございます。いや、とんでもないですよ本当にね、はい、さあということでぜひ皆さん浜田さんの新しいアルバムを聴いていただきたいと思いますし、そしてね、今こちらのこれがだから通常版と限定版のジャケット違いですよということなんで、はい、あとは詳しくはねホームページやいろんなところでご覧になっていただきたいと思いますが、ボーナストラックも入ってます。うわっ、はい、これね、はい、ボーナストラック入ってますね、 DVD も入ってるんですよ、はい、そうです、はい、あ、はい、ボーナストラック1曲に DVD が入っているのがこのデラックスエディションという、はいはい、ボーナストラックといえども自信のある曲なんで、あら、ぜひじっくり聴いてください。セブンセンスという曲でよろしいんですね。はい、そうです、はい、そういうことですよ。今浜田さんがサクって言いましたけども相当自信あると思いますボーナストラックと自信がありますよって言ったでしょ。こっちを手に取るときはこっちを取ってほしいというようなことでよろしいんじゃないでしょうかね。いやいや、いやいや、いやじゃないよ。なんか、あれ、これ同じ場所、これ。はいはい、そうです、同じ場所です。ロケハンもすごくやってるなと思いますんで、皆さんぜひですね、まあ、新しいアルバムを聴いていただいて、そして10月から始まる、はい、そして2019年へと流れていく、35周年の浜田麻里さんをね、キャッチしていただきたいと思いますが、浜田さん、全国の皆さんにですね、はい、やっぱり一番大事なのは浜田さんからのお言葉じゃないかと思うんですよ、はい、お言葉をちょっと浜田さんお願いします。
あの本当にあの皆さんに支えられてあのアルバムを作っているという実感を持ってます。今作もあの大変でしたけれども、それを支えに頑張ってきました。隅々まで丁寧に聴いていただければ本当に嬉しいです。またライブでお会いできる日を楽しみにしております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。短い時間ではございました。浜田さん、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。清則さん、とんでもないですよ。またぜひ、はい、ゆっくりしたいと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ我々はここで、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも、あ、待ってください。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。なんか私、お二人が去った後になんか非常にアウェーな感じでありますけど、また出てきてしまいました、ダニエル小林です。ま、もうちょっとお待ちくださいね、皆さんね、もうちょっとお待ちください。まだ耳寄りな情報がありますんでね。そうでもないかな、ありますんでね、皆さんいかがでしたでしょうか。浜田真理さんと伊藤清則さんのツーショット、なかなか見られるもんじゃありませんよ。貴重なお話も聞かれましたよね。非常に感銘を受けたところもあったんじゃないですか。楽しんでいただければ非常に我々としても嬉しい範囲でございます。たくさんのコメントをいただきました、ありがとうございます。ありがとうございました。すんげえ楽しかったです。陸太郎さんから、ノムさん、インさん、今の若者たちに聞いてほしいよ。あ、そうですよね、本当ですよね。そして、いろいろ来てるんで書き留めてきました、私。アキさん、すげえ、近年楽曲も美貌もどんどん良くなってる。まさにそうでしたね。お綺麗でしたね、浜さんね。アマちゃん、マリッペ、仕事熱心で私の人生の師匠です、ね、そういう方いらっしゃるんじゃないですか。多いんじゃないですか、女性の方ね。それから、さん、読めないな、これ。電車の中でガンガン頭振ってしまいそうだわ。電車の中で見ていただきましたか、ありがとうございます。たくさんの方に見ていただきました、本当にありがとうございます。あ、伊藤さんにも来てますよ。伊藤さんまだちゃんと来てますからね。チャリさん、伊藤さんの服、外に出たら絶対に虫が寄ってくるよね。あ、すみません、こんなコメントは他あんまりいいのなかったかな。ということでね、皆さんたくさんのコメントありがとうございます。たくさんの方に見ていただきました。もう1万2万人近くの方に見ていただきました、ありがとうございます。さあさあ、ここでですね、番組の方からお知らせです。浜田真理アーリーデイズというですね、ビクターデビューからビクター時代の代表曲をセレクトしたプレイリストが公開になります。この後、皆さんにですね、プッシュ通知でお知らせしますので、ね、こちらぜひチェックしてみてください。 Heart and Soul Return to Myself Open Your Heart Nostalgia、 うわー、もうワクワクするような楽曲ばかりでございます。ぜひこちらの方もね、 LINE Music でチェックしてみてください。初めてのね、浜田真理に触れたの初めてなんて方にもぜひおすすめでございます。そして何はなくとも、先ほど伊藤さんからね、さんざん、まあ、あったんでもういいかもしれませんけど、こちら8月1日に発売になる、浜田真理のニューアルバムグラシア、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、そろそろお別れの時間ですね。皆さん、本日は浜田真理アルバムグラシア発売記念特番、 MC 伊藤清則、ご視聴いただき誠にありがとうございました。また会う日まで、さよなら。